外食のラーメンにかける支出金額で2年連続山形市に次ぐ2位となった新潟市。日本一奪還へ、県内のラーメン店が手を組み、今年もあるプロジェクトが始まります。ニンニクの香りが食欲をそそるボリュームたっぷりの一杯。県内11のラーメン店が協力し、同じガーリックオイルを使い、それぞれの店のアプローチで作り上げたラーメンです。ではいただきます。ニンニクの味がガツンと効いていて美味しいです。ライバル関係の店が手を組み、テイストの近い一杯を提供する鬼ラーメンプロジェクトが来月から始まります。僕は本当1位にやっぱ取りたいなと思います。2位よりやっぱ1位の方が注目はあるし、新潟のラーメン屋さんみんなで盛り上げていけたらいいんじゃないかなって思います。外食のラーメンにかける1世帯あたりの支出、おととしの発表で初めて日本一となった新潟市。しかしここ2年間はそれまでの王者山形市に日本一の座を奪われています。ライバル山形市では店主と市が連携し、ラーメンの聖地山形市を宣言。ラーメンを活用した町おこしに取り組んでいます。一方の新潟市、先月からラーメン愛いっぱいプロジェクトをスタート。市内のラーメン店を集めたガイドブックを発行したほか、ラーメンをデザインしたカプセルトイを発売しました。日本一の奪還へ、鬼ラーメンプロジェクトでは昨年度、唐辛子を使ったラーメンをそれぞれの店が考案し、合わせて5000杯以上を売り上げました。今年は来月からガーリックオイルを使ったラーメン、11月からは唐辛子を使ったラーメンを販売し、支出額の底上げを狙います。これを機にもっともっと新潟のラーメンが盛り上がるという、起爆剤をやっぱこうやって、いろんな方と協力をして新潟のラーメンを盛り上げ続けるということが、私たちにできることかなと思ってますので。ライバル店が手を組んだ渾身の一杯、ラーメン日本一の町奪還へ、盛り上がりの起爆剤となるのでしょうか。